これこうやって喋る。そんな両手が。そんな両手も。いつか切る瞬間ね。切る瞬間。まあそういう時に大体俺は。じゃあまず自己紹介の方からお願いします。青山学院大学4年の野本健吾です。まあ真面目な質問からいきたいと思うんですけど、はい、まあ、4年もう今4年生で残り少ないし、まあ、この今まで練習だったり試合だったりの出来事を今思い返してなんか印象に残ってることだったりないか。まあやっぱり1年の時とか2年の終わりらへんはやっぱりあんまり試合に出られなくて、やっぱり個人的にも悔しい思いをしたんで、やっぱりその悔しさが今となってはやっぱり成長できている部分もあるし、やっぱり逆に2年の最初の方とか3年あたりに試合によく出させてもらった時は、まあ、それもそれで、試合経験だったり、まあ、そういう部分で、まあ、自分にとってプラスになった部分であるんじゃないかなと思います。まあ、学生生活でこれはしたかったけどやれなかったとか、何か悔いの残ったことなどあれば。そうですね、やっぱりまあ1年から今までやっぱりそうですね、ちょっとまあ真面目すぎたっていうか、まあ、バスケットだけ頑張っ、バスケットと勉強だけ頑張った部分があったんでですけど、やっぱりそういう 1,2 年生の頃とかはもうちょっと友達なりなんなり、やっぱりもうちょっと遊んだりとか、まあ、やっぱり、はちゃめちゃなことをしとけばよかったかなとはちょっと思ってます。まあ確かに俺らから見るとマサって結構ストイックで、よくあんなに頑張れるなみたいな。ファンの応援してくれるファンがいつも試合会場とかでなんか差し入れみたいなの、こんな両手もそんな両手もいつも帰ってるんですけど、まあそのファンへのなんか対する思いっていうか、ファンの方になんか一言。やっぱり、自分のそのプレーとかでやっぱりファンになってくれてるっていうのは本当にすごい嬉しいことですし、毎回毎回試合終わって疲れてる時にお疲れ様ですって言っていろいろ差し入れとかくださる時は本当に、あ、本当にありがとうございますって感じで、まあ素直に嬉しいですね。はい、あれ、いつもありがとうございますって感じで、はい、まあファンありきのスポーツ選手、そうですね、はい、ってなことでエースにインカレに向けてのインカレに向けて一言お願いしたいなと思います。やっぱりリーグ終わってやっぱり今のチーム状況っていうのはすごいいい状態で、やっぱりこのままもっともっとプレーの質を高めていけば絶対頑張ったら優勝できると思うので、チームみんなで全員で頑張って本当に最後なんで優勝したいと思います。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。どうです、野本さんはどうする。まあ、2人からどうするの。